私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、大野智、海外スイーツを食べさせられ、凄まじいリアクションに爆笑。26日、嵐の公式 YouTube チャンネルにて新作動画が公開。リーダー、大野智が芸人顔負けのリアクションを披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。大野、最終回で初登場。投稿された動画は、嵐のチャンネルではおなじみとなっているスイーツ部の最新作、相葉雅紀、に宮和也が世界のお菓子を紹介する企画で、最終回の今回は部長の大野が初登場した。大野はこれまで紹介してきたお菓子を食べることになり、まずは第1回で登場したセルビアのチョコレート菓子を未食。お次はイギリスのチョコ菓子を口にしたが、うまいとしながらも甘っ。相当疲れてないと食えないよとかをしかめてしまう。続いて実食したイタリアの菓子パンも、大野は顔中にシワを寄せながら食べ進めていく。顔が紅しをして涙目になったような場面も見られ、あまり口には合わなかったようだ。関連記事、大野智、街中で女性に放棄聞く映像に驚きの声、さすがに NG です。メンバー大爆笑のリアクション。アメリカのお菓子に至っては、これは余裕だよ。と涼しい顔をしながら、いざ口に入れるとおお。と苦悶の表情で絶叫。そのままうなだれると今度は天を仰ぎ、マジか、と何かを察した様子だった。相葉と二宮が手をたたいて爆笑すると、ここで相葉は口直しにパウダー状のものを渡す。しかし、これはメキシコ編で紹介した酸味の強いお菓子で、人舐めした大野は声すら出せないほど悶絶してしまう。大野は水を飲んでむせ込み、いたずらが成功した二人はさらに大笑い。前編にわたり、大野の大きなリアクションが光る最終回となった。ファンも大笑い。まるで芸人のようなリアクションの連続に、ファンからも部長リアクションいいね、笑、大ちゃんの反応がいちいち面白かった。部長、最後お疲れ顔やんか、笑、何でも美味しいっていうリーダーがこんな顔するんだから相当などと大きな反響が。最終回にふさわしく、大盛況で幕を閉じたようだ。疲れている時に甘いものが食べたくなる。甘いものといえば、調べへ編集部が全国10から60代の男女1721名を対象に調査したところ、全体の 65.5% が疲れている時に甘いものが食べたくなると回答。また、女性がどの世代でも7割を超えているのに対し、男性はばらつきが見られる結果になっている。エンディングでは、心なしかお疲れ気味にも見えた大野。ここは日本のお菓子を食べ、ぜひ疲れを取ってほしいところだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。